イギリス海軍は、王立軍の中で最も古い歴史を持ち、世界でも屈指の規模を誇る海軍でした。第二次大戦時には900隻もの艦艇を保有し、後のフォークランド紛争などでは、高い対外遠征能力を見せつけてアルゼンチンに勝利するなど、外洋海軍として世界的に活動できる能力を持った高度な海軍を、現在でも維持しています。そんなイギリス海軍も、21世紀に入って以降は冷戦の終結や緊縮財政によって規模が削減されましたが、それでも空母や揚陸艦、原船、駆逐艦、フリゲート、哨戒艦、補助艦艇などでバランスよく構成されており、イギリス3軍の中で唯一核兵器を運用する軍隊でもあります。今回は、そんなイギリス海軍、ロイヤルネイビーの戦力について、現在建造中の最新型艦艇も含めて、2023年最新の情報で解説していきます。第1回の今回は、水上戦闘艦艇編として、駆逐艦とフリゲートについて見ていきましょう。45型、デアリング級は、1番艦が2009年に就役した駆逐艦で、英海軍最大の水上攻撃艦艇です。大きさを日本の護衛艦と比較すると、汎用護衛艦の朝日型よりもわずかに大きいサイズ艦です。本型は、2度の欧州共同開発の仲違いを経て、結局はイギリス独自の防空艦として建造されました。当初は12隻の建造を予定していましたが、緊縮財政真っただ中ということもあり、最終的には予定の半分の6隻の建造にとどまっています。艦の能力としては、中核となるアクティブフェイズドアレイ式の多機能レーダーをレドーム内に搭載しており、これは、一面の回転式ながらも最大探知距離は250キロ、500から1000の目標を同時に追尾することができ、その中で脅威度の高い順に、12個の目標に対して同時に攻撃が可能です。搭載する兵器は、艦首の VLS、48セルに、アスター15とアスター30という2種類の対空ミサイルを搭載し、アスター15は射程 1.7 から30キロと短射程なものの機動性が高く、アスター30は射程3から120キロの中距離ミサイルとなっています。また、今後はさらに24セルの VLS を追加装備し、それを次世代短距離防空ミサイル、C セクター専用とすることで、アスター15を代替していく予定です。よって、既存の VLS はアスター30専用となります。また、当初は対艦ミサイルや魚雷は搭載されておらず、搭載可能なスペースが確保されているのみで、完全に防空に全振りした駆逐艦でしたが、現在では段階的に対艦ミサイルのハープーンを搭載しています。さらに、今後はハープーンに代わって欧米各国が採用しているノルウェーの対艦ミサイル、ナバルストライクミサイル、NSM、に置き換えられる予定です。主砲としてはイギリスの伝統的な艦砲であるマーク8を艦首に搭載し、最大射程30キロ、毎分24発の連射性能を持ちます。その他にも近接防御用として、30ミリ単装機関砲を2機、ファランクスを2機搭載しています。機関については他国に先駆けて統合電気推進方式を採用しており、これは、推進に用いるための電力と、兵器や電子機器などの電源を共用化する技術になります。ただし、2機ある発電機やインタークーラーの不具合で頻繁に停電が発生し、本型の6隻すべてが機関に問題を抱えていると報じられ、後に大規模な改修が行われました。また、本型は航行中の水中雑音が激しく、ロシアの潜水艦にもたやすく探知されるレベルで、これは、冷戦終結以来、潜水艦の脅威が低下したことで、騒音防止を軽視してきた結果とも言われます。ということで色々と問題を抱えていた艦ではありますが、本型の後続となる予定の83型駆逐艦の配備は2030年代後半に予定されているので、それまではロイヤルネイビー最大の攻撃艦艇として、存在感を発揮し続けると思われます。23型、ドゥーク級フリゲートは、
1990年から2000年にかけて16隻が建造され、一部の艦はすでに退役や他国へ売却され、イギリス海軍では現在11隻を運用しています。本型は、もともと対潜水艦船を重視して計画されたフリゲートで、なおかつ廉価であることを求められたため、艦砲や対艦ミサイルは搭載しないという割り切った仕様でしたが、最終的には海外輸出も考慮してそれらも搭載され、汎用性が高い大型フリゲートとして建造されました。艦の大きさ的には最上型と同程度で、搭載する兵器としては、フォークランド紛争の時代から艦隊防空に活躍した射程 6.5 キロの短距離ミサイル、シーウルフを32セルの VLS に搭載しているほか、対艦ミサイルとしてハープーンの4連装発射機を2機、対潜水艦用として、自国開発の短魚雷、スティングレイ用の連装発射艦2機を備えるほか、主砲としては前述のマーク8を搭載します。本型は、建造年代的には日本の村雨型と同年代であり、徐々に老朽化も進んでいるため、残る11隻の全てに艦齢延長と近代化改修がなされており、新型防空ミサイルの C セクターへの更新や、900以上の標的を追尾可能で、ゴルフボール台の標的も識別可能な高性能レーダーを搭載するなど、後述のフリゲートが収益するまでは、まだまだ主力フリゲートとして運用されることになります。続いて、現在建造または構想中の次世代フリゲートですが、複数のフリゲートの開発が同時並行で進んでおり、その計画は大変ややこしいことになっています。まず、シティ型やグラスゴー級とも呼ばれる26型フリゲートが、イギリスの次期戦闘艦として現在建造中であり、2022年に一番艦が進水しています。その大きさは、日本の汎用護衛艦よりも巨大で、完成すればフリゲートとして世界最大、実質的には駆逐艦クラスの艦となります。本型は、通常型5隻と対戦型8隻の計13隻を建造する予定でしたが、最終的には対戦型8隻のみの建造にとどめて、通常型5隻については、汎用型の次世代フリゲート、31型フリゲートとして、別のクラスに振り分けられました。この26型の能力としては、搭載するレーダーや対空ミサイル、対戦兵器については23型と変わりませんが、主砲にはアメリカ製のマーク45をイギリス海軍として初めて採用したほか、対艦ミサイルとしては、米軍が開発する長距離対艦ミサイル、エルラズムの水上艦発射型を搭載する予定となっており、その射程は500キロ以上と言われています。エルラズムは、対空ミサイル、C セクター用の VLS と艦橋の間に設置される、24セルのマーク 41VLS から発射されますが、24セルすべてがエルラズム用ではなく、巡航ミサイルや対戦ミサイルアスロックなどと共用となります。本型は対戦型とはいうものの、その装備、能力的には汎用的な駆逐艦であり、実質的には45型デアリング級駆逐艦を代替する存在になるのではないかと思います。続いて31型、インスピレーション級フリゲートですが、汎用型とは言われているものの、軽量で拡張性があり、低コストを期待された艦であるため、汎用型というよりは、前述の26型の小型かつ廉価版、という印象です。武装は、最大24セルの VLS に防空ミサイルの C セクターを装備。巡航、対艦ミサイルについては、建造時には搭載されず後日装備。また、主砲も小型化され、アメリカの LCS、沿海域戦闘艦などと同じく、中口径のボフォースマーク3を採用しています。対潜攻撃に至っては、ソナーによる探知も含めて搭載するヘリコプター頼み、という形になっており、とにかくコスト優先のフリゲートになると思われます。最後に、32型フリゲートですが、こちらはまだ構想段階で要求仕様も定まっておらず、2030年代の収益を目指した汎用フリゲート、ということだけが発表されていますが、31型フリゲートをベースに、それを10年後の技術で更新するために計画された艦のようですね。
ということで、イギリス海軍の次世代フリゲートの計画は複数が乱立しており、要求が定まらない感じが否めません。冷戦終結以来、ロシアの脅威が低下していたため、ちょっと油断していたところを、近年では再びロシアが脅威となり、なおかつ増強する中国に対してもプレゼンスを発揮する必要に迫られ、艦艇に求められる能力が多様化したことから、数十年先を見越した使用策定はなかなか難しそうですね。それではこれで、イギリス海軍の第1回は終了です。次回第2回は、空母や揚陸艦の戦力を解説します。まあ次も見てやるか、という方は、いいね。チャンネル登録、新作動画をお知らせする、ベルマーク、のポチをお願いします。